竜電強氏は、山梨県甲府市出身で高田川部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、渡辺裕樹。身長190センチメートル、体重152キログラム。血液型は AB 型。特異種は、左四つ、諸ざし、より。最高位は、西小結。好物は、信玄餅、ハンバーグ、麺類。 兄の影響で小一から柔道を始める。小学校卒業後は、柔道の競合であった隣の飼い野市にある竜王中に進学し、柔道に取り組んでいた。中学2年の時に柔道部の同級生をスカウトしようと中学校にやってきた、当時の仙田川親方に出会い、勧誘。これは、同級生の他に、もう一人体の大きな子がいると校長が勧めた、ことによるものだった。 それまで相撲については全く知らず、柔道での高校進学の誘いもあったが、親方の男の中の男になれという言葉に胸を打たれ、中学3年の夏に入門を決意した。ちなみに兄は、同じ竜王中卒業後、前橋育英校に進学。関東大会に、高校総体でベスト8になる実力で、国士館大学柔道部に所属していた。 兄は結構強い選手で有名だったから、自分は相撲で有名になろうという気持ちがあった。中学の時は柔道で伸び悩んでいる感じもあったのでとも述べている。しかし、中学3年の10月には自身も柔道の県大会で優勝している。中学卒業後の2006年3月場所に高田川平野から初土俵。同期には土地の新、境沢、 まさかゼラがいる。四込名は、出身校の竜王中と、来電ため上門から取ったもの。トントン表紙で、初土俵から2年後の2008年3月場所で、新ばっかへ駆け上がったが、2勝5敗と大敗。2度目の幕下となる同年、11月場所でも3勝4敗と負け越しを喫したが、翌年、1月場所は、初日に黒星を喫した後は6連勝し、勝ち越し。 その後も幕下で取り続け、2009年7月場所では6勝1敗と、好成績を残し、優勝決定戦まで進出したが、翌場所新十両となった総大流に敗れる。同年9月場所では幕下46枚目から19枚目まで躍進し、4勝3敗。11月場所では自身最高位となる幕下15枚目で5勝2敗という、好成績を残した。 同い年である地下の裏部屋のス野山と共に、初の平成生まれの関取候補として、また近年では珍しい叩き上げの日本人、力士ホープとして、注目を浴びていた。師匠の高田川は、将来は横綱にする。また相撲教習所の顧問だった中立や大竹の両親方からは、素直で真面目。人の話をよく聞いてやろうとする姿勢が見える。 強くなりたいという意志があるという高い評価を受けている。しかしこの期待を受けた矢先に2場所連続で負け越し、失速。特に2010年3月場所の高野岩戦では、頭から土俵に落ちて、脳震盪を起こし、車椅子で運ばれるという屈辱を味わった。この負け越しにより2010年の重量昇進はほぼ、絶望的となった。一時は、幕下界まで番付を落とし、 この間に2010年、11月場所新十両の高安、増野山を筆頭に、数名の平成生まれ力士が十両に昇進。部屋の弟弟,弟子であるたちに、初めて番付で追い越されたことも、一員となり発奮し、2012年9月場所は、東幕下12枚目の地位で7戦全勝とし、幕下優勝を決めた。この成績により、翌、11月場所での、 新十両昇進が決まった。この昇進により竜電は1990年5月場所で十両に昇進した元十両州の花以来22年ぶりの山梨県出身関取となった。さらに、高田川部屋が元秋の島の原首相に代わってからは初めての関取誕生となった。新十両の場所では序盤こそ奮闘していたが、その後8日目に右股関節を骨折し、 よく9日目から途中休場した。幕下に転落した次の場所は解禁したが負け越し、その後は怪我のため途中休場した1場所を挟んで6、場所連続休場。高田川によると、計算回同じ部位を骨折し、医師からは再起は難しいのではないかと言われたという。最重量となった後も、新重量に上がった時の稽古量はこなせていない。折れた箇所は、 腰の骨であり、検査を受けると医師からは、ここは、トラックと衝突した時に折れるような箇所だと驚かれ、少しずれていれば一生歩けなくなる危険性があった、ことも伝えられた。絶望して泣いた、竜電であったが、高田川は、大丈夫かなどと言ってしまうと余計に落ち込ませるだろうと考え、お前が悪い、骨が折れるのが悪いんだと相手突き放し、講演者に高田川は、 これは神様が与えてくれたチャンス。鍛え直すチャンスを大事にしないといけないと説明した。序の口にまで番付を落とした2014年1月場所、も初日から休場したが、全休すれば番付外に転落してしまうため、本人の番付外に落ちると自分が力士ではなくなるような気がしたという本人の意向もあって、十分に回復はしていない中で7番相撲だけ出場し、 三場所ぶりに白星を挙げた。翌、三月場所から七月場所にかけても同様の星取りが見られた。完全復活したのは九月場所であり、この場所は十場所ぶりの解禁出場で七戦全勝の序の口優勝を果たした。翌、十一月場所とその次の2015年一月場所も七戦全勝で優勝している。続く三月場所で幕下に復帰すると、 復帰後初めての負け越しに終わり、以後は一進一退が続いた。2016年5月場所では、千秋楽の相撲で勝てば重量復帰という状況で、敗れてしまい、負け越した。同年9月場所では重量陥落後の最高位となる、西幕下2枚目の地位で7番目の重量、若の島戦に勝って4勝3敗と勝ち越し、場所後の番付編成会議でもある4年ぶりとなる重量復帰が、 決まった。これは、昭和以降3番目に低い番付からの重量復帰で、ある。最重量を果たした際に竜電は、とにかく、いい相撲を取りたい。早く、幕内に上がり、いずれは横綱を目指したいと意欲を見せ、高田川は、正々堂々の真っ向勝負で、スピーディーな相撲を取ってほしいと期待を込めた。また、後年のインタビューでは、弟弟子の輝きが関取りになって、 個室をもらったり高田川と一緒に食事を行っているのを見て、俺もと思ったことを語っている。その11月場所では12日目に勝ち越しを決め、4年前にできなかったことができてよかった。諦めなくてよかったとコメントした。翌2017年1月場所も9勝6敗と勝ち越し。しかし3月場所前には高田川から勝負弱い。あいつの素質からすれば実勝して、 当然なんですと手厳しいコメントがスポーツ紙に寄せられた。その3月場所は初日から5連敗するなど散々な立ち上がりであり、6日目から13日目までは6勝2敗と盛り返した。だが結局14日目に負け越しを確定させ、そのまま先週楽も負けて6勝9敗になり、高田川の期待に応えることはできなかった。4月の春巡業では連日、朝稽古で、 積極的に申し合いに参加。相撲を取っていかないと相撲を取れなくなると全問答のようなコメントを残した。時には幕下力士とも相撲を取るなど必死さを見せた。5月9日に小車部屋で行われた二所の席一門の連合稽古では重量の申し合いで最初に土俵に入った。遅いんだ。なんだその相撲は膝が伸びきっているから。 力が出ないんだと高田川の厳しい劇を受けて合計16番取った。その後は、稀勢の里、白鵬の両横綱の稽古を見つめて自らの糧にした。5月場所は5日目まで2勝3敗と出遅れ6日目から10日目まで5を連勝したものの11日目と12日目を連敗。幕下陥落の危機にあったが13日目に勝って勝ち越しを確定させた。 この場所は9勝6敗と関取残留を果たした。同年10月5日に行われた秋巡業8000大場所では、申し合いを6番行った。6日の横浜場所の朝稽古では10番申し合いを行った。8日の富士場所では10両の申し合いに参加し、14番取った。自己最高位となる西十両2枚目で迎えた、11月場所は、13日目に勝ち越しを決めて8勝7敗。 これで4場所連続での勝ち越しとして、場所後の番付編成会議にて2018年初場所での新入幕が決定した。序の口まで落ちた重量経験者の入幕は、こと別府に続き、史上を2人目。山梨県出身力士の入幕は、1988年春場所の大野花以来29年10ヶ月ぶりとなる。これに伴い、地元の新聞社は号外を発行した。 新入幕となった2018年1月場所では5日目まで2勝を3敗と、序盤は出遅れたが、12日目に勝ち越しを決め、10勝5敗で、関東賞を受賞した。山梨県出身力士の幕内勝ち越し及び3勝受賞は1983年秋場所の藤桜以来34年4ヶ月ぶり、また新入幕での2桁勝利及び3勝を受賞は、 山梨県出身力士として初めてとなった。続く3月場所は6枚半上昇の西前頭9枚目と自己最高位を更新。白星スタートとなったものの、2日目からの5連敗もあって10日目の時点で3勝7敗と後がなくなった。しかし12日目の総国来戦を不戦勝で勝利する幸運もあり、残りをも連勝として8勝7敗と勝ち越しを決めた。 この場所の5日目には土地王山に珍しい決まり手である、並利関投げで敗れた。通常は、大柄の力士が小柄な力士に決めることの多い、決まり手だが、対戦相手の土地王山は、竜電とほぼ同じ体格だった。9月場所はその場所の幕内最速となる9日目での、勝ち越しを決め、10勝5敗と関東賞候補に上がったが、票が足りずに見送りに、 国技館内相撲記者クラブ会友の委員からは、竜電はもう少し進歩を見たいと意見が出された。それでも本人は場所の相撲について基礎をしっかりやっているのでと下半身の安定を感じ、さらに攻める気持ちがあるので状態も起こされないと校長を実感していた。2019年1月場所は、自身初となる幕内での連続負け越し、3月場所は、 東前頭11枚目まで番付を下げるが、この場所は11日目に勝ち越し。11日目の支度部屋では、今場所は立ち合いが全体的にいい。自分のやるべきことを考えるだけと校長を語った。3月場所は11日目に勝ち越しを決めるなど、校長であったが12日目から2連敗。それでも14日目から、 残りの2番を勝って10勝5敗の2桁白星を挙げ、技能賞を受賞した。同年2月1日に、鹿児島県出身の5歳年上の看護師の女性との婚約を発表し、5月1日に入籍。6月9日に披露宴を行っている。5月場所は、西前頭5枚目と、自己最高位に近い番付で迎え、初日から3連勝。 その後も校長を維持し、11日目には大関の合栄道を引きずるような右上手出し投げで破った。翌12日目は初の結びで横綱各流に挑んだが、金星獲得とはならなかった。それでも13日目に小結、三竹海を押し出して、勝ち越しを決めると14日目は実力者の関分け、市野城との熱戦を制し、9勝目を挙げる。勝てば、 初の技能賞の千秋楽の小結び、壁山戦は、これまで3回対戦して一度も勝ったことのない、相口の悪い相手だった。しかし、思いつき押しをあてがってしのぎ、左上手を取ると豪快に投げて解消。初の技能賞を獲得して、一番嬉しい賞です。そんなに技能はないけどと、謙遜しながらも嬉しそうだった。7月場所は、新小結びに昇進。 山梨県からは1972年9月場所で、新小結びの藤桜以来、3人目の三役。関取経験者が、序の口に陥落した後に、新三役を果たすのは、史上初。この場所は2日目に、大関、高安を、取り直しの末に寄り倒し、翌3日目も大関、土地の新を鮮やかな上手出し投げで転がして2日、連続大関撃破の主君。しかし、 それ以降は3連敗、5連敗を喫するなど負けが込み、11日目に負け越しが決定。同時に三役陥落も決まった。終盤戦は隠した力士とばかりだったが思うように白星を伸ばせず、4勝11敗と大敗を喫して跳ね返された格好となった。続く秋場所は西前頭5枚目と大きく番付を落として迎えた。場所前には、 先は初負けた分くらい勝ちたいと誓ったが、2勝1敗で、迎えた4日目から勇み足で敗れるなど4連敗。8日目からは立て直して4連勝し、11日目にはここまで2敗と好調で、この場所優勝した関脇、三宅海を押し出しに破ったが、そこからは大関の豪栄道、土地の神、関脇、高慶勝といった上位力士との対戦が相次いで組まれ、 力及ばず3連敗を喫し,し、14日目に2場所、連続の負け越しが決定した。しかし、千秋楽は、壁山を引っ掛けに仕留め、連敗を3で止めて7勝8敗でこの場所を終えた。西前頭5枚目に、番付が据え置かれた、九州場所は、場所を通して、波に乗れず、14日目に、小結びの朝の山に寄り切られ、関取になって、初めての3場所連続負け越しを喫し、 先週楽も小結び、北斗富士に、まるでいいところなく、破れ、6勝9敗に終わった。11月場所は、優勝争いに加わったが13日目に4敗目を、決して脱落。その後も残りすべて、黒星となり、場所を9勝6敗の平凡な勝ち越しで終えた。諸差しになって、前に出るのが、竜電の相撲。2018年1月場所のように、先手を取って攻め、 諸差しになる相撲が冴え渡ると好成績を残せる。一方、小兵には手を焼く面があり、2018年1月場所5日目の石浦戦に関しては、小さい相手が苦手なんで嫌だったんですけどと、同年3月場所前のインタビュー記事で答えている。2018年1月場所時点では、幕内上位で活躍する力士に対しては、力量の差から諸差しになっても攻めきれない一面がある。 2021年1月場所終了現在、ありがとうございます。